ミッテミリア、ミッテミリアは1927年から1957年の間にイタリアで行われた伝説的な自動車レースである。現在では同名のクラシックカーレースとして毎年開催されている。1927年から1957年の間にイタリアで行われた伝説的な高動自動車レースでイタリア北部の都市ブレシアを出発して南下し、 フェラーラ、サンマリノを経て、ローマへ。さらにローマから北上して、ブレシアへ戻るというルートで、イタリア全土を1000マイル、イタリア語で、イコールミレミリア走ることから名付けられた。初期にはアルファロメオ、ランチア、OM、スタンゲリーニ、マセラティ、フィアット、オスカ、ブガッティ、ルノー、アストン・マーティン、ベントレー、MG、メルセデス・ベンツ、アウト・ウニオン、現在のアウディなど、 ヨーロッパ諸国から早々たる自動車メーカーがワークスやプライベートで参戦した。その高い人気を受けて第二次世界大戦前にはベニートム・ソリーに率いるイタリアやアドルフ・ヒトラー率いるドイツ国などの工業国かつ独裁国が国威発揚のためにこれらのメーカーを国を挙げて支援したものの 第二次世界大戦の勃発により1941年から1946年の間は開催が一時的に中止された。終戦後わずか2年の1947年には再開され、ジャガーやペガソ、フェラーリ、ポルシェ、サーブ、チシタリアなどの戦後没興してきた新興メーカーが多数参戦したほか、アメリカからも当時モータースポーツに 積極的に参戦していたリンカーンが参戦するなど、戦前を上回る盛り上がりを見せた。しかし、1957年に、スペインのアルフォンソ・デポルターゴ公爵がドライブする、フェラーリが観客を巻き込む、大事故を起こし、デポルターゴ公爵自身も死亡したため、やむなく、イタリア政府は、以降のレエースの開催の中止を命じ、30年間の輝かしい歴史に幕を閉じた。 1977年に当時参戦した実写とその同型者のみが参加できるタイムトライアル方式のクラシックカーレース、ミッテミリア、ストーリカ、ミッテミリアストロカとして20年ぶりに復活した。これ以降、ジャッキー・イクスやクレイ・レガツオに、ミカ・ハッキネンなどの元会一ドライバーや、スターリング・モスなどの初代ミレメミリアに参加したドライバーも多数参戦する。 格式の高いクラシックカーラリーとして毎年開催されることとなった。現在はイタリア国内だけでなく、イギリスやドイツ、日本やアメリカ、アルゼンチンやオーストラリアなど、世界各国から多数の参加者を集めるだけでなく、フェラーリやメルセデスベンツが開催時に大規模な関連イベント、トリビュートイベントやスポンサーを行うほか、ジャガーや BMW などが博物館などが所有する当時の参加者を走らせるど世界で開催されるクラシックカーラリーの最高峰として高い人気を誇る。さらにクラシックカーラリーの人気が高い日本やアメリカでは復活版ミッドレメディアの主催者から正式に承認を受けた姉妹版を開催している。また公式スポンサーの一つである宝石賞のショパールが 参加者に寄贈する同盟の腕時計は、コレクターズアイテムとして、時計マニアのみならず自動車マニアにも人気である。イタリアで、ミッテミリアを観戦した、フジテレビジョンの事業部長の増田春ハが主導し、1992年に日本へレースごと招き、日本版、ミッテミリアである、を開催した。イタリアの本家ミッテミリアに出場した50代の、 クラシックカーをヨーロッパとアメリカから空輸し、日本からの参加の10を合わせた60台で行われた。なお、週1回6分の関連番組も、同局や関西テレビで放送された。明治神宮外苑の聖徳記念会画館前に、一定期間展示した後、スターリングモス、ジャン・アレジや堺正明などの参加者の手により、鈴鹿サーキットまでの往復区間の国内の、 一般道と高速道路を本気様1000マイルにわたり走らせ富士スピードウェイと鈴鹿サーキットでのタイムトライアルも行うという大々的なものであった。優勝者はアバルト 750GT ザガートであった。しかしバブル景気崩壊後の平成不況化ということもあり当初協賛を予定していたスポンサーが降りたほか 同局が予想したほどスポンサーからの協賛が集まらないなどの事情や、空輸のための輸送費と、それを上回る膨大な保険料がかかるなどの問題があり、これ以降同じ体制で開催されることはなかった。その後数年間の空白期間の後、初回の日本版のプロデューサーで、フジテレビジョンから独立し、ベテランカークラブ東京の事務局長となったマスダが、 1997年より日本で唯一国際クラシックカー連盟から公認を受けた本格的なクラシックカーレースとしてを毎年秋に開催することになった。初回と違い基本的に日本国内からの出場者を中心とするものの本家同様に当時参戦した実写とその同型者のみが参加できるタイムトライアル方式のクラシックカーレースとし、坂井正明や近藤正彦、 当議秀樹、保坂直樹、パンツェッタジローラも、西田光などの著名人が毎回参戦するなど、本国同様の高い人気を博した。全日程3泊4日で10月初旬から中旬の開催。ルートは東京都の原宿、明治神宮をスタート地点として北上し、福島県の裏番台で2泊しながら、南東北を周遊して南下。 栃木県モテギ町のツインリンクモテギで一泊し、スタート地点である東京都の原宿、明治神宮をゴール地点としていた。2010年の開催レースでは、ショパールではなくルイエラール、輸入元 DKH ジャパンがオフィシャルタイムピースを発表していた。2011年に発生した東日本大震災の影響で、この年から開催地は被災地である。 東北地方から関東甲信越に変更となり、本国の組織の変更もあり、名称もミッテミリアの冠を下ろして、ラフスターウツンのラフフェスタアウトゥンヌとなっている。一方で、2013年には LA フェスタエステートの名称で小規模ながら、東北地方での開催を行うことも発表されている。2013年以降は、本国との契約が結び直されたことから、 再び、として開催している。なお、体制や、開催内容などはそれ以前と大きく変わりはないが、特別枠として、日本社の参加枠が設けられた。また、この年より名誉総裁として、秋田市場大殿下が就任されたほか、開会式に、同殿下や、中日イタリア大使が招かれる。毎回100台近い参加台数を集め、近年は、日本国内のみならず、 海外からの参加者も多い。また、これまでと同様に、酒井正明や近藤正彦、横山県や清水国明などのクラシックカーマニアの著名人の参加者多い。また、春には、兄弟イベントの LA フェスタプリーマベラも開催されている。1991年より、甘池アメリコニーでラミッテミリアの名称で、アメリカ合衆国を舞台に、 本家同様に当時参戦した実写とその同系者のみが参加できるタイムトライアル方式のクラシックカーレスとして開催され、現在はカリフォルニアミンでアマイケイアメリコニーデラミッテミリアの名称で開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。